では収録も開始します。よろしくお願いします。5、4、3、2、1。皆さん、こんにちは。高坊のキックオフ第13回目、始めてまいります。前回はですね、ボールインプレー、アウトオブプレー、試合結果の決定というところでお話をしてきました。ワールドカップでも有名になりました、三笘の1ミリ。本当に白線のほんのわずかでも入っていれば、インプレーということで、非常にこう、微妙なところも、VAR だったからこそできたものですので、普段の私たちの試合ではもうほぼおそらくアウトになってる感じがしますね。なので、機械高性能カメラによって撮られたシーンが三笘選手の1ミリという非常にすごい、なんていうんでしょうね、ミラクルでしたね。で、まあ、PK のことも触れましたけれども、まあ、これもですね、試合を延長する形で PK を行って、で、主審の方はいつ、その試合の PK が完了したか、そこを確実に理解をしておかないと終了時期を決められませんので、必ず確認をしておいてください。で、今日からですね、あと第11条のオフサイドに入ってまいりますが、実は先日新しい競技規則を注文しまして、やっと届きました。2023-24ということで、だいぶ薄っぺらくなってます。っていうのが、様々な通達が QR コード化されていまして、自分でスマホで読み込んでみてくださいという形になっているので、まあ、圧縮されたというんですかね。一応、まあ、そういう形で1100円ぐらいだったかな。ということで、一応、やっと届いたなっていうので、今、ご紹介いたしました。それで、本日からオフサイドなんですけれども、これはもう、試合において一番、なんて言うんでしょうね、まあ、重要なと言いましょうか。得点に絡むシーンでは、得点を認められるのか、認められないのか、というところの、非常に大事な判定になってきます。ここで、画面を、共有して、見てまいります。画面がですね、出るかな？出ないかな？クリックしても出てこない。大きくならないかな？さっきはなったんですけれども。ですね、FM 小田さんの方の朝の番組でもですね、一部のリスナーさんからオフサイドに関して疑問点があるということでしたので、ちょっとそれも含めて解説をしていきたいと思ったんです。画面が拡大しないな。さっきと拡大したんですが。すいません。この状況でちょっと調整しながらお話ししてまいります。オフサイドっていうのがですね、第11条のところで規定されておりまして、非常に副審が一番脚光を浴びる、なんていうんですかね、主役になれる判定場面です。で、昔はですね、非常にこうシンプルに、形式的に判断できたんですけれども、現在だとすごい負担がものすごい大きいです。より実質的な判断を求められています。ここで、昔はですね、いわゆるオフサイドラインに、その攻撃側の競技者が出ていると、もうその時点でオフサイドということで、非常にシンプルでした。ですが、最近ではですね、これから申し上げられますように、非常にこう、細かな判断、状況判断をですね、求められることになりまして、非常にも辛いです。
ものすごい、VAR が入ったことで、上のプロの試合とか国際試合ではですね、ただ負担が楽なんですけれども、やはり我々のレベルですと非常にこう、一つ一つのシーンをこう、戻してみるというのはできないので、その瞬間瞬間で判断しなければいけません。ということもありまして、まず入ってまいります。少しすいません、画面が。ここでですね、オフサイドポジションというのがあるんですが、どういうことかと言いますと、まず、オフサイドポジションにいること自体は、反則ではありません。今現在は反則ではありません。で、オフサイドポジションにいるっていうのはどういうことかと言いますと、YouTube と画面ご覧になられる方はわかりますけれども、まず、その攻撃側の競技者もですね、頭、体、足の一部でも相手のハーフ内にまずいることが前提になります。ただし、手や腕はこの条件には入りません。なので、頭、体、足の一部。で、これが、ボール、および、後方から二人目の相手競技者よりも、相手ゴールラインに近い位置にいることが、オフサイドポジションにいる、ということになります。で、ハーフウェイラインの存在なんですけれども、これは全くオフサイドの判断には含まれない、ということですので、ハーフウェイラインの真ん中の線の右端からということになりまして、ちょっと言葉で説明するのは難しいんですけれども、そういう形になりますので、で、後でまた図が出てきますが、ここでもまた触れますので、一応こういうことがオフサイドポジションにいるということになります。で、まず副審のですね、シグナルに関してご案内いたします。副審がですね、オフサイドラインに位置をしていて、オフサイドと分かった場合には、まず旗を真上に上げます。これは主審に気づいてもらうため、そして全選手にもですね、分かってもらうためにも、まず合図をするために真上に上げます。それで主審がオフサイドだと採用して、笛を吹いたときに、そのオフサイドの反則があった場所、これ大きく3分割されて、示されます。で、副審から見て遠いサイドの方でオフサイドがあった場合は、旗を斜め上の方向に出します。で、真ん中付近で反則があったよっていう場合は、水平に出します。で、自分の近くで、あったよ、反則があったよっていう場合には、斜め下に刺します。こういう3段階と言いましょうか、3つで、反則の地点を示します。これが副審のシグナルです。で、主審はと言いますと、笛を持たない手の方を真上に上げて、頭上に上げて、オフサイドの、合図と言いましょうか。実質的にはこれ間接フリーキックの合図なんですけれども、そのシグナルをいたします。で、オフサイドなんですが、どういうパターンがあるかというと、3つあります。で、別にこの丸1、丸2、丸3で示したものは、正式な呼び名ではないんですけれども、私が簡単に、わかりやすくこう、まとめた言葉なんですけれども、味方関与型というのがあって、2番目に相手妨害型、で、3番目に、位置利益型というのがありまして、3番目の場合は、この位置にいることによって利益を得るというのが、一つの言葉になってまして、それを簡単に、表現しただけですが、こういう3つの形に分類されます。で、これも後で図で説明いたします。で、次に、3番目に、今度は、オフサイドの反則とならないケースがあります。これは、競技規則上で書かれてまして、ゴールキックの時に、そしてスローインの時、そしてコーナーキックの時っていうのがありまして、それぞれの最初に触れた人が、ゴールキックで言ったら、一般的なキーパーが蹴りますけれども、そのボールが飛んでいって、オフサイドポジションの競技者がそのボールを受けてプレーしても、オフサイドの反則にはならない。で、スローインに関しても、スローインで投げた、そのボールがオフサイドポジションの競技者のところに行ってプレーしてもオフサイドにはなりません。で、コーナーキックもそうですし、
で、表示特には書かれてないんですけれども、ペナルティーキック、PK 戦ですね。の時も、PK の時も、オフサイドの反則にはまずなりません。これはまあ、一応まあ、豆知識というかまあ、ちょっとした、まあ、ことなんですが、一応まあ、大きく、正式には3つあって、PK の時もまずはオフサイドにはなりません。で、この4番目の意図的なプレーと意図的なセーブがあるんですけれども、最初にちょっと図を見てからお話しいたしますので、ちょっと保留にします。まず最初の図ですけれども、一般的にまず副審、一番下にこう見えるかどうかわからないギリギリのところで旗を持っている方がいらっしゃるんですが、そこがいわゆるオフサイドラインと呼ばれる赤い点線で示されたものです。で、これは後方から2人目の相手競技者の腕は含みません。その肩。これもですね、後々お話ししてまいりますけれども、こう、脇の奥の一番こう、奥のところまでが、まあ、いわゆるこう、基準となるんですけども、これももう実際わかりづらいですが、一応肩と考えていただいて、そこが、いわゆるオフサイドラインになります。で、一番上に書かれている青い選手、青色のシャツを着た選手、この人が、いわゆるオフサイドポジションにいるということになっています。で、自陣の、これ6番、まあ、みんな6番で書かれるんですけども、自陣のボールのある青い選手がボールを蹴って、この黄色の線でパスを出したこの軌跡ということで、一応黄色の線を使ってるんですけども、これがオフサイドポジションの競技者のところに行って、彼がそのボールに対してプレーをしたらオフサイドになります。で、白い選手、これが二人こう、並んでると思うんですが、二人目の競技者という言い方もあったんですけども、同じレベルにいる二人の相手競技者という言い方もありますので、こういった場合も、いわゆるオフサイドラインの、まあ、なんていうんですかね、基準になります。ので、実際の試合の中では、まあ、並ぶことよく、3バックとかですね、4バックでこう、綺麗に並ぶときがあるんですけども、そんな形で見たときに、あ、オフサイドラインはここだなっていうのを、まあ、感じ取って、試合観戦してもらえるといいなと思っております。で、次なんですけど、もう一つの形なんですけれども、これは相手妨害型ということで、ちょうどハーフウェイラインにいるボールをキープしている選手がいるんですけれども、この選手が、ちょうどオフサイドラインに立っているオフサイドポジションにいる競技者にパスを出すというときに、この、ちょうど、そうですね。この間、青い選手の間にいる、守備側の選手が、そのボールを奪いに行こうとすると。いうときに、このオフサイドポジションの競技者が、そのボールを奪いに行こうとした守備側の選手を妨害したと。すると、それもオフサイドの反則になります。ボールにプレーしなくても、相手競技者を妨害した場合は、反則になります。で、次に、今度は3番目の、利益型というものなんですけれども、これも、まずですね、真ん中にいるセンターサークルにいるこのボールを持っている選手が、シュートします。赤い線で書かれているようですね。で、これがキーパーが、まあ、好セーブをして弾く。それが、オフサイドポジションにいる競技者、このペナルティーエリア内にいる青いシャツの方ですけども、そのところにボールが転がっていって、彼がそのボールにプレーすると、オフサイドの反則になります。で、今度はまた、真ん中の下の方にいる、もう一人ボールを持っている方なんですけども、彼が、まあ、遠くからシュートをしたと。で、それが、バーとかポストに当たって跳ね返って、オフサイドポジションの競技者に、ボールが行って、彼がそのボールをプレイしてもオフサイドになります。ということで、一応3つの類型のまあ基本パターンというのがあります。で、もう一つはですね、その相手競技者の妨害型の中で、守備側競技者を遮るとかですね、その守備に対するプレーを妨害すると、それもオフサイドになります。で、センターサークルにいる競技者がボールをシュートして、で、ペナルティエリア内にいる味方のこのオフサイドポジションの競技者がいるんですけども、
ボールにはプレーしない。だけど、まあ、後ろにいるゴールキーパーですね。一般的にはゴールキーパーが、そのシュートしたボールを、まあ、セーブしたり、クリアしようとするんですけれども、ボールが来る軌道に立って邪魔をすると、それもオフサイドの反則になります。ですので、視野を遮ったり、動きを妨げると、オフサイドを取られる可能性があります。で、この図の下の方にあるんですけれども、まずボールを持っている自陣にいる選手がボールを蹴ります。攻撃側の方向に蹴ります。で、オフサイドポジションにいる競技者が戻ってそのボールにプレーする。そのオフサイドポジションにいるところからプレーすると、これもオフサイドになります。で、その時の大会場所なんですけれども、昔はいた場所からが大会だったんですけども、反則の起きた場所ということで、ボールに関わった場所が反則の場所になります。これも、いわゆる俗に言う戻りオフサイドというものですね。こういったパターンもあります。で、先ほども言いました、ちょっと画像を戻して、4番目、括弧4番で意図的なプレーと意図的なセーブというものがあります。で、これに関してですけれども、先ほども申しました、一般的なゴールキーパーが最終ラインと言いましょうか、その一番最後の砦として守ってるんですけれども、競技規則にはですね、ゴールキーパーとは書いてないんですね。守備側競技者とだけ書いてありますので、その最終の選手がゴールキーパーでない場合もあります。単なるディフェンダーとかですね、まあミッドフィルダーでもいいんですけれども、要はその守る側のチームの選手と考えてください。必ずしもゴールキーパーであるとは、まあ限りませんので、この辺を間違いのないようにしてください。で、この意図的なプレーとですね、意図的なセーブというものの判断が、さっき冒頭にも申しましたように非常に難しいです。これが今、すごい悩まされているものですけれども、ただ自分としてちょっとシンプルに考えて、判断するようにしています。で、それがですね、まあ、簡単に言うと、ボールを自らの意思で、まあ、簡単にコントロールできたかどうかということで、意図的なプレーをした後のボールに対してオフサイドポジションの競技者がプレーしても、オフサイドの反則にはなりません。で、意図的なプレーっていうのはどういう場合かというと、例えばボールを味方競技者にパスできるような状況だったり、まあ、ボールを保持している状況。で、ボールをまあ簡単にと言いましょうか、プレッシャーをそれほど受けることなくクリアできるような状況であります。ということなんですけれども。で、このまあ3つのパターンにおいて、それをどう判断するのか、ということなんですけれども、改正された今回の23、24の競技規則の改正の中でですね、実例と言いましょうか、こういった場合ですよっていうのが書かれておりまして、まあ、画面の方では一例を挙げました。例えば、ボールが長く移動したので、そのボールをはっきり見ることができたという場合と、あと、まあ、ボールが早く動いていなかったという場合、それと、まあ、ボールの、まあ、動いた方向が予想外ではなかった。軌道が、まあ、規則的に、なんて言うんでしょうね、動いていたので、まあ、コントロールしやすい状況であったということで、で、あと、まあ、競技者がですね、体の動きを整える時間があった。つまり、反射的に体を伸ばしたり、ジャンプせざるを得なかったということではなくて、または、かろうじてボールに触れた、コントロールできたということではない。その、なんていうんですね、厳しい体の動きで、そのボールをプレーするってことではない、ということが一つの、まあ、判断材料となっている。で、あと、まあ、グラウンダーでも、ボールがこう、地面スレスレのところで、動いているような、ボールっていうのは比較的、その空中にある場合と比べて、扱いやすい、ということも一つの判断材料になっています。で、そのギャップというのがリフレクションと最近、まあ、よく言われてるんですけど、まあ、意図していないような偶発的な、まあ、ボールタッチによって、その、オフサイドポジションの競技者が、触れるとどうなるかというと、それはオフサイドの反則となります。なので、意図的なプレーとリフレクションというのが、まあ、大きく
分けられています。で、これを実際の試合の中で瞬時に判断することになりますので、なんていうの、脳トレじゃないですけれども、事前にいろいろとトレーニングを頭の中でやっておくしかないんですが、で、次に今度、意図的なセーブって何かって言いますと、ゴール枠内にシュートされたボールを、まあ、一般的なゴールキーパーであれば、まあ、パンチングとかですね、まあ、セービング、キャッチして、そのシュートがゴールに入らないように阻止するとか、まあ、蹴って、ボールをクリアするとかですね、そういった場合に意図的なセーブとされます。で、これに関しては、オフサイドポジションの競技者がプレーすると、オフサイドの反則となります。ので、意図的なプレーと意図的なセーブっていうのはちょっと分かれてるんですね。ちょっと表現がこう似通ってて分かりづらいんですけれども、要はゴール枠内にシュートされたものに対して、まあ、ディフェンダーがこう、弾いて、それに対して、オフサイドポジションの競技者がプレーをすると、反則になるということになります。で、再開場所なんですけれども、さっきの図でも示したように、反則の起きた場所から相手チームによって間接フリーキックで再開されます。で、それで戻りオフサイドの場合も、その、ボールに関与したプレーしたところからの反則もありますので、自分の陣地内で再開されることもあります。で、ここでですね、この審判員で、もっと注意をしておかなければならない点というのがあるんですけれども、だいぶ前にもお話ししましたように、まず、味方、ボールを持っている味方の選手が、深い位置にいるのか、それとも、わりかし相手チーム内にいるのか、というところで、その目の置き方ですね、それが非常に副審にとっては難しい。で、オフサイドラインをキープしながら、ボールの出どころも見なきゃいけないということで、絶対にこう同時に見るっていうのはこう、間接視野を含めてもなかなか難しい場合がありますので、まあ瞬時にキョロキョロしなければいけないと。ただ比率的には、まあ7-3の割合で、オフサイドラインを7とかですね、で、ボールをキープしている選手側をまあ3っていう感じで意識すると、オフサイドラインのズレをまあ、ある程度防げるんじゃないかと、今自分の経験から感じています。で、オフサイドポジションの競技者がいるかどうかをまず特定をしておいて、それで、どこにいて、で、どういう動きをするのか、ということが大事です。で、よくありがちな副審にですね、ありがちな、まあ、パターンというか、その、ジャッジとして、もうボールが出た瞬間に旗を上げてしまう。昔のルールでしたらいいんですけれども、今のルールですと、こう、最後にこう、英語っぽいのに書いてあるので、wait and see ということで、待つ、見る。これが求められているんですね。なので、実際にそのボールが来て、オフサイドポジションの競技者が、いかにプレーするのか、もしくは、ポジションにいるんだけれども、何もしないのか。じゃあまた何もしないからといって、ノーファールかというと、逆に守備側の選手を、まあ、視野を妨げたりですね、遮ったりとかしたことが起こっているのかどうか。そういったものを見極めるためにも、こう、瞬時に、反射的にこう、旗を上げるんではなくて、まあ、じっくりでもいいので、しっかり見極めて、間違いないってところで旗を上げていただく。で、主審も、まあ、副審の方を何度か見ますので、それで、フラッグアップされてなければ、あ、これは、まあ、ファウルはないんだなと、ノットオフサイドだな、ということになります。ですので、大事なことは、まあ、確実に、冷静に判断する、ということが、審判団には求められています。ですので、慌てて、旗を上げて、あ、間違った、ごめんなさいって下げることが、ないようにしていただくというのは大事ですね。旗を上げてしまうとプレーが止まってしまうことがありますので、その後旗を下げてしまうと攻撃側がよっしゃってことで、こう、プレーを続けてしまって得点の可能性が出てきますので、そうすると、ね、守備側のチームから旗上がったじゃないかということで、こう、いろいろ言われかねないということもありますので、冷静に、ゆっくりでもこう、判定はロールバックできますので、その、
ファウルの地点まで、まあ、プレーを戻せるので、たとえゴールに入ったとしても、オフサイドがまあ優先されますので、そこは安心していただきたいと。で、経験が少ない主審の審判員の方でも、どんどんチャレンジしてください。それで、まあ、主審が最後の責任を持ちますので、そこは、こう、どうしよう。間違ったらどうしようとは思わずに間違ってもいいので、まず旗は上げてください。そしたら出身の方で、いや、違うよっていう場合には下げてもらうということで、その後のプレーを続けようということで皆さんに伝えますので、主審は焦ることなく判断をしていただきたいということであります。で、今回はオフサイドに関して、まあ、駆け足でお話ししてまいりましたが、一応、新しいオフサイドの、まあ、基準というのが、今申し上げましたように、意図的なプレーとリフレクション、それの違いを、まあ、少しずつでもいいので、理解をしていただいて、試合観戦していただくとかですね、やってくださいということで、とりあえず今日は、この辺で終わりにしたいと思っております。じゃあ以上で終わりにします。次回は12条を含めてお話します。ありがとうございました。